その辺になるとだいぶあの気温も下がってくると思います。最低気温も10度以下になってくる。最低気温ももう同じように、あの11月に入ると10度以下、うん、そして昼間もそんなに上がらなくなってくると思いますので、うんうん、だから最高気温が上がらなくなるってことですか。そうですね。ですからあのそんなにもう外にいて暑いって感じることはなくなってくると思いますので、はい、そこで乙女の必須アイテムこちらです。ババシャツ。ババシャツ森さん何の解説をやってらっしゃる方なんですか。すごい守備範囲広いんですね。上に着せましたけどね、はい、あの少し下に着込んでもいいのかな。ちょっとね、あったかいの。でこの辺でですね、少しあの暖房器具も出していただいてもいいかもしれないですね。この辺りから。この辺りで、あの特に朝晩だいぶ寒くなってきますので、はい、昼間は使わないかもしれません。朝晩使うかも。そうですね。そして12月の上旬来ました。東京では北風がピーク、寒くなってまいります。そしてどんな格好をしたらいいのか、何を持ったらいいのか、はい、カイロや鍋がですね、はい、昼間もだんだん寒さが、で体感温度が下がってくると思うので、はい、まあ鍋ですよね。鍋ご用意いただきました。もう、何鍋がいいですか今年は。今年ですか。今年はあれですね、あの鳥のつぶれ鍋なんかいいですね。今日森田が好きなもんでしょ。そうですか。おすすめで、でまあ、 あのこんな感じで、まあ、カイロ押し込んで、まあこの日もただね、12月の上旬まではそうは言ってもまだ昼間あったかい日も出てくるんです。ですので、まあ、その日の朝晩は寒いけれども、昼間の気温に応じて、まあ、調整していただくといいかもしれないです。この前お出になっていただいた時に、今年の冬は寒いって言ったよね。そうなんです。それがね、こっからなんです。中旬以降ご覧いただきましょう。それ変わったのね、じゃあ前回と。そこはいや、あの前回もそう、前回もそう、ほとんど一緒です。一緒、はい、12月中旬東京ではもう10度以下になります。最低気温は7、8度。東京都心でここでようやく、はい、じゃあ12月中旬からは寒くなる。この辺からはもういよいよ例年よりさってくると思います。着込むものもご覧のように、はい、でこの辺になるともう完全に冬の予想ですね。冬仕様ですね、はい、ダウンジャケット、手袋、手袋、はい、袋という感じですね。もうあの12月の中旬、まあ本当にさ、12月に入ったところで冬の服を出したくなると思うので、うん、ちょっと遅れて12月中旬ぐらいで今年はいいかなと思います、はい、でここで知りたいのが森さん大予想です、はい、雪がいつ降るのか、はい、今年雪多いんですか。こんなに大予想しちゃっていいんですかね。はい、森さんの監修のもとよろしくお願いします。毎年ですね、クリスマスの頃にクリスマス寒波というのが来るとか言われてるんですが、今年はやっぱりそれ来るであろうと。来る、はい、なる可能性もありますね。ただあのまだ東京では積もらないとは思うんですけど、降ってもおかしくないです。だから年末年始はおそらく寒い。